はい、こんにちは、116インズです。全30球団各チーム別のコンフの主な補強と逆に選手の対談状況を踏まえてそれぞれのチームのオフへの印象などをお話しするこの企画、第3回の今回は AL 東地区となります。毎年激戦区となる東地区は昨年レッドソックスが思ったよりも勝てなかったことを除けば、ヤンキースがアーロン・ジャッジの歴史的な活躍などにも支えられて99勝を挙げたほか、ブルージェイズやレイズも誤算はありながらも確かな強さを見せてのプレーオフ進出となりましたし、またずっと再建中だったオリオールズが躍進の1年を送ったことで戦いはさらに激しくなった印象です。今年も MLB の中でもトップクラスにレベルの高い地区となるかと思いますが、コンフの各チームの動きはどうだったのでしょうか。振り返っていきましょう。まずは昨年地区優勝のニューヨークヤンキースから。ヤンキースのコンフ最大の課題はやはり MVP に輝いたジャッジを残留できるかどうかであって、一時はジャイアンツ入り有力かとまで報道が出るほどでしたが、最後は名門球団の意地を見せての9年総額3億6000万ドルの契約にて引き止めに成功。ヤンキースほどの名門が歴史的なシーズンを送ったばかりのフランチャイズのスーパースターを流出させるわけにもいかなかったですしね。しかし今季が31歳のシーズンを迎えるジャッジとこれだけの大型契約を結んだ以上、ヤンキースは向こう数年以内に頂点を絶対に取る必要がある状況になったのもまた事実かと思います。そのため戦力を維持、あるいは必要なポジションを強化すべく、コンフはジャッジ以外にもアンソニー・リゾとも再契約できましたし、また先発陣ではタイオンが FA で抜けたところにカルロス・ロドンの獲得にも成功。エースのコールとの強力な2枚看板がこれで形成できました。昨年と同様に地区優勝を狙えるだけの準備はとりあえずできたのかなと思っていますが、ただ近年のヤンキースはプレーオフでたびたびアストロズの壁に跳ね返されており、今の段階でアストロズに勝てるほどのチームとなったかは正直微妙な気もしています。昨年前半戦の快進撃では特に投手陣の働きが大きかった印象がありますので、新戦力の台頭を含めてそこが1年間健康を維持できれば面白そうですが、果たして。続いては昨年ワイルドカードを獲得したトロントブルージェイズ。若手のコアも順調に育ち、チーム全体のバランスも良いと思いましたので、昨年地区優勝できるかもなと個人的に期待していましたが、特に先発陣の誤算が響いたことでヤンキースに追いつけず、またプレーオフでもワイルドカードシリーズでかなりきつい負け方をしてオフに突入していました。若手の主力選手たちの年俸も上がり始めた中でペイロールの管理も難しくなってきていますが、そういう状況ながらコンフはうまくリソースを割り当てた印象で、スプリンガーがそろそろセンター1本での出場が厳しくなってきたところ、思い切って外野陣を刷新。打線の中軸を担ってきたテオスカー・ヘルナンデス、さらにはルルデス・グリエルをそれぞれトレードで放出し、空いた外野の枠にはキアマイヤーとバーショという守備に定評のある選手たちが加わって、これでスプリンガーの負担もだいぶ減ることでしょう。バーショはバッティング面でもまだまだ伸びしろに期待できる選手ですので、そういう意味でもこれからが楽しみですよね。また昨年誤算が多かった先発にはバシット、ブルペンにはヘルナンデスとのトレードで獲得したスワンソンと計算できる選手を着実に加え、チームを昨年悩ませた課題にはしっかりと対応したと思います。あとはチームが結果を出せるか、ゲレーロやビシェットといった若手のコアを揃って残せるのも早いものであと3年ですので、それまでにどうにか目立った成果を残したいところです。ブルージェイズと並んでワイルドカードを獲得したタンパベイレイズを続いて見ていきます。昨年のレイズは不憫なほどに故障者が続出し、厳しい戦いを強いられましたが、それでもどうにか選手層の厚さですとか運用でカバーをしてプレーオフ進出までこぎつけたのはさすがでしたよね。ただコンフのレイズはザック・エフリンと球団史上最高額の FA 契約を結んだ以外はほとんど動かず、どちらかといえば選手が出ていった印象の方が強いかもしれません。チェジマンやレイリー、キアマイヤー、クルーバーなどチームの主力として活躍した選手たちも結構移籍していますよね。これだけ見るとこんなに移籍して大丈夫かよと心配にもなりますが、ただよくよくその移籍した選手たちのポジションを見ると、例えばキアマイヤーであればセンターに今はシリがいますし、ズニーノに代わるキャッチャーにはベタンコートなどと、実は既存戦力でカバーできてしまうポジションが中心であり、もちろん予算面の制約が大きいからこそこういった動きに出ている側面もあれど、チームとしては昨年レベルに怪我人が出なければ問題ない、現有戦力に対する自信の表れとも捉えることができるでしょうか。激戦区のAL東地区でレイズはズバ抜けた存在ではないかもしれませんが、今年から同地区との対戦が減少し互いに潰し合うことが減る点は、プレーオフを狙う上ではおそらくプラスに働くでしょうし、引き続きコンテンダーとして上位を伺う存在とはなるはずです。続いては昨年予想外の躍進を見せたボルティモアオリオールズ。アドリー・ナッチマンが昇格してからはこれまでの再建中の印象を払拭するような見事な勝ちっぷりで、プレーオフ争いにも終盤まで絡み、またペイロールにかなり余裕があることからコンフの大型補強への期待も高まりましたが、蓋を開けてみればかなり堅実な動きに徹しました。
オリオールズファンの方は少々がっかりだったかもしれませんが、トッププロスペクトのグレイソン・ロドリゲスの昇格も控える先発陣にはカイル・ギブソンとコール・アービン、派手さには欠けますがイニング消化に期待できる選手が加わったことで、若手に依存しすぎないより計算できるローテーションになったのかなと思いますし、フレイジャーやマッキャンの加入も昨年同じ枠がそれぞれオドアとチリノスだったことを考えれば、こちらもプラスと捉えることができるのかなと。フレイジャーはシアトルと比べてもう少し打者に優しい環境でプレーすれば十分バウンスバックも期待できそうなので、セカンドを埋める効果的な補強なのかなと思っています。オリオールズのロースターからしてプレーオフは現実問題としてまだ少し遠いかもしれませんが、ラッチマンやヘンダーソンといった期待の若手たちを開幕から使える点だったり、そこに新しい若手も加えることも加味すると今季一気に跳ねる可能性もまた秘めているとは思いますので、昨年からのさらなる飛躍を楽しみにしているチームですね。そして最後はボストンレッドソックス。レッドソックスは結構コンフ積極補強に出た印象がありますが、それ以上にかなり主力選手も抜けましたよね。ボガーツや JD マルティネス、イバルディといった2018年の世界一メンバーが揃って移籍となり、チームとしてもガラッと変わったイメージで、特にボガーツの流出はファンからの反感も大きかったですよね。そこを埋める選手として NPB で活躍した吉田正尚選手ですとか、あるいはターナーやクルーバーなどといったベテラン選手たちも獲得していますが、まあちょっとピークを過ぎたベテラン選手の補強も多かったりしたせいか、ロースターは抜けた選手の影響の方が大きいかもしれませんね。先発が3枚抜けた中で、果たして昨年先発では今一つだったウィットロックや、ここ2年間まともに投げていないパクストンを信頼していいのかなど疑問点は多いのかなと。また結んだ FA 契約が全体的に相場よりも少し高めで、かつどういったチームを作りたいかの方向性が今一つ見えてきませんので、その点結構批判の的となっている感もあるんですが、独自の戦略が何かあるんでしょうか。ただ一方でこれは厳密には補強ではないんですが、今季オフに FA を取得する予定だったラファエル・デバースとの長期契約に成功し、ベッツ、ボガーツに続くフランチャイズのスーパースター流出を阻止することはできましたので、そこは良かったのかなと思っています。ただまあ全体的なオフの印象としては、やっぱり上のチームが特にヤンキース、ブルージェイズ、レイズといったチームは非常に強いですので、そこを現段階で上回れるほどのチームにはなっていないのかなというところが率直な感想です。という感じで AL 東地区のオフを振り返ってきました。まあ今年も MLB 屈指のレベルの高い地区となりそうなところで、ジャッジ大型契約にて残留させたヤンキース、コアの年俸が上がり始めたブルージェイズあたりはプレーオフを含めて結果が欲しいシーズンとなりそうですし、そこに若手の成長著しいオリオールズが昨年からさらに伸びてくるみたいな展開があれば、地区内の争いも例年以上に面白いものとなってくるかもしれませんね。こんなところが個人的な AL 東地区のオフの感想となりますが、皆さんの東地区のオフに対する印象などあればぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。